よし、やったー。これで高尾山山頂着いたー。ああ、キリギリス、キリギリスだ。ああ、着いた。ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。はい、今日はですね、高尾山に登ろうと思います。在宅勤務がね続いていて、太ってきてしまったので、ちょっと健康のためにね登山して来ようと思ってます。はい、高尾駅でね乗り換えて、高尾山口駅まで1駅京王線に乗ります。1929年から1939年までは、京王線とね並走して武蔵中央電気鉄道というのが走ってましたが、もう今はなくなってます。京王線だけが、高尾山に、行ける電車になってます。はい、そろそろね、高尾山口駅に到着します。高尾山口終点です。チャージお忘れ物、落とし物なさいませぬようご注意ください。京王をご利用くださいましてありがとうございました。高尾山口駅に到着しました。はい、天気がねすごい良くて、気温が37度って言ってましたね。すごい暑いんですけど、登山日和ですね。最近ねコロナうつなんて言ってますけど、まあうつうつしてるんだったらもう登山しちゃった方がいいかなと。まあマスクしてね登山すれば、まあマスクして登山するのきついですけど、まあ登山しちゃえば気分もね晴れるんじゃないでしょうかね。はい、こっちの方にね進んでいくと、高尾山のケーブルカーの駅が見えますね。で、右側が1号路で、駅の左側から、稲荷山コースとあと琵琶滝コースがあります。これがね駅の横ですね。ケーブルカーの駅の横です。車の方に行くと、琵琶滝コースです。で、ここをね左側が、稲荷山コースになってます。ちょっとねケーブルカー見てみましょう。ケーブルカーがねなんか緑と黄色でねカラフルですね。山っぽいイメージをしてますね。今回は稲荷山コースを登ってみたいと思います。3分の1まではね、展望台が3分の1のところにあって、そこまで急な坂で、あとはね尾根伝いに、平らなところを行きます。で、高尾ビジターセンターまで登ります。帰りはね、1号路を通って、薬王院を、通り抜けて、で、またね、1号路を、降りていきます。で、ちょっと疲れたので、エコーリフトに乗って、山麓駅までね、降りたいと思います。はい、ということでね、ケーブルカーの横にこういったね、入り口があるんです。で、注意書きがあったんですけど、これは注意書きであって、登っちゃいけないってわけじゃないんですね。登っていいけど、2メートル間隔空けてください、マスクつけてくださいって書いてありました。ということで、ここからね、稲荷山コーススタートです。はい。いきなりもう階段なんですね。で、これで、かなりね、登っていきます。これを登ってしまえば、あとはね、綺麗な景色を見ながら、山登りができます。こんな風にね階段とかもね整備されてますんで結構登りやすいですね。まあ登山っていう感じがするんで、まあここのねコースがね結構おすすめですね。1号路はねアスファルトしかないんで、まあこういうね山道を歩きたいんだったら稲荷山コースとか琵琶滝コースっていうところがおすすめです。はい、少し行くと、高尾山の桜のね案内の看板が立ってましたね。はい、桜の木はね木の幹を幹のね形を見ると桜だっていう風に分かるようになってます。はい、こんなね周りはこんなところですね。はい、木漏れ日がねすごい日が当たってすごい気持ちいいですね。で、まあ、目がねチカチカするんで、まあ、サングラスとかかけて登るといいかもしれないですね。あ、ここに目印があった。ちょうど 1.2km のところですね。稲荷山線かな。
はい、まだね3分の1ですここで、はい、登ってね、広いところがあったらそこでまあ立ち止まって、水分補給をねした方がいいですね。水筒をね持ってくると、ずっとね冷たいまま飲み物が持ちますんで、水筒でね水分補給するといいと思います。まあ、こういうね、なんかちょっとアスファルトっぽいところもありますね。はい、またね目印がありました。これね、右側に行くと展望台があって、はい、左に行くとね、展望台に行かずに、回り道、巻き道という風になってますけれども、まあ、展望台に行った方がいいですね。まあ、このままね、展望台に向かって歩いていきます。展望台に行った方がね、綺麗な景色が見えますんで、展望台に行くことをお勧めします。はい、展望台に到着しました。いつもの屋根がないんですけど、いつなくなっちゃったんだろう。はい、ここからね、多分八王子の市街地が多分見渡せると思いますね。まあ、ちょっとねこんな感じの景色ですね。木がうっそうと生えてます。で、 1.4km 地点で展望台ですね。これはちょうど展望台のところにある、はい、目印です。こんな感じになっちゃったんですね。はい、これでね、右側の道がね、さっきのあの巻き道の、ちょうどね当たる道のところですね。で、またね、進んでいくと、ところどころね、結構なだらかですね。3分の1の展望台までがね、結構急な坂で、あとはこんな感じで、平らなところを進んでいきます。なんでね、展望台のところで結構休憩を取っておいた方が、まあ、歩きやすくなると思います。また、案内がありましたね。今度は高尾山の蛇ということですね。まあ、無毒の蛇だといいですね。はい、ここら辺に来ると空気がきれいになったような感じがします。肺の中のね空気が全部入れ替わったような感じがします。ちょっと向こう反対側から人が来たんで、少しカメラをね下に向けてます。はい、今度はね、高尾山の漆の案内ですね。まあ、漆はね、手とか荒れちゃいますんでね、あんまり触れない方がいいですね。はい、こんなね、なんかね、木の根っこがね、すごい出てるところを、歩いてくるんですね。はい、休憩するね、椅子も、あります。で、他にもまたね、看板がありましたね。高尾山口って、多分駅を指してるんでしょうね。まあ、こっち行くと高尾山口駅だよーと。こんなところから言われても困るし。で、左側のね、ビジターセンターの方に、歩いていきます。はい、稲荷山コースなんですね。はい。で、右側が、6号路になってます。こっちはさっき来た道ですね。はい、6号路。でも6号路には行かないです。ビジターセンターの方に行く道、この真ん中の道ですね。そこを通っていきます。はい、根っこが生えてますね。はい、アゲハチョウがね、綺麗に飛んでました。こういうところでね、綺麗なね蝶々が飛んでるとね、美しい景色に美しい蝶々、もう最高の、高尾山ですね。はい、またね、案内板がありました。ちょうどね、これ山頂のちょっと下に降りたところでぐるぐる回るコースがあるんで、それのね、案内板になってますね。で、座る椅子がね、
置いてありますね。まあ、そろそろね、あ、もう山頂間近なんで、一応山頂間近のところに、結構椅子があって、まあ、確かにね、ここからね、先にあの山頂に行こうとするとね、ギョッとするものが、見えるわけですね。で、あのここでね、休んでから山頂に行くっていう方がいいかもしれないですね。私はね、休まないでそのまま登れちゃうから、そのまま登っちゃいました。はい、3.0km、あと、0.1km、100m で山頂です。はい、反対側にはね、また矢印ありましたね。高尾山口駅あっち。あと、5号路を得て、もみじ台っていうのが、はい、こっちですね。で、こっちのね、階段がビジターセンターなんですけど、はい、あとこっちはね、ぐるっと回るやつですね。はい、このね、階段を登れば200段、登ると山頂です。頑張って登ります。はい、稲荷山コースはね、最後の最後にこの階段なんです。まあ、頑張って登るしかない。よし、やったー、これで高尾山山頂着いたー。キリギリスだ。着いた。はい、山頂の広場に来ました。お店とあと広場があります。はい、山頂の広場の端っこのところには、はい、こうやってね、山が見えますよーと。で、富士山が、天気がいい時はね、富士山が見えますというね、案内板があります。まあ、今日はちょっと気温がね、高すぎちゃって、多分、水蒸気がちょっとあってもやってて見えないですね。でもまあ天気はね、すごく良くて、手前の山なんかはね、綺麗に見えますね。冬に来た方がもっとクリアに見えるかもしれません。こっちの道がね、陣馬山の方に行くコースの道になってます。まあ、今日はここ行かないですけど、まあ以前行った時の写真はこれです。はい、うちのね、妻はね、山頂のね、柱よりもこっちのね、お掃除小僧さんと一緒に写真を撮るのが、流行りです。あ、これがね、高尾山の山頂の柱になってます。599メートルですね。はい、あとこれが、高尾山の三角点です。はい、山頂の、自販機でね、麦茶を買って水筒に詰め替えたんでね、そろそろ、1号路で帰ろうと思います。で、帰るところでちょうどね、景色のいいところがね、ここですね。ここのポイントでね、みんな撮影してますね。ここよく見えますね。ここ景色がね、かなり綺麗なんですね。はい、綺麗なね、景色もね、かなり見えたんで、そろそろ下山をしようかなと思います。下山少しね、下ると、こんな感じでね、4号路と5号路というふうに分かれてますね。で、はい、奥に見えるのがお手洗いですね。で、また看板がありますね。
い、薬王院のねところに出てきました。ここがね1号路の、登山コースなんですね。ここをねカクカクっと曲がって歩いていきます。天狗がね現れましたね。はい、高尾山の天狗、これがねすごい有名な天狗ですね。はい、もう一体天狗、あと奥にも何かありますけどよくわからないので戻って、あのもみじのマークがね、なんか見慣れたもみじのマークが見えますね。ヤクルト、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 あっちにも、あっちも、あっちもなんかヤクルトって書いてある。なんだこれは。ヤクルト、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 ヤクルト。はい、これが北島三郎の高尾山という歌の石碑です。歌がね聞こえるんですね。はい、これが山門という、門ですね。はい、今度は、女坂と男坂と2つにね分かれます。左側が女坂で、右側がね男坂というところになります。男坂の方は、坂というよりかは、階段になっていて108つの階段だそうです。108つの煩悩にかけて108つの段にしたんでしょうかね。はい、今流行りの三密の道がありました。これね誰もねくぐろうとしないんですよはい、三密とはって書いてありますね。まあ、よくわからないですけど三密と、まあ、意味がね違いますけどね。これがね男坂の、108つの階段です。これを、下る分にはねなんか結構楽でしたね。登るのは大変かもしれないですね。
はい、108つの階段を終わりました。これでね、煩悩が、少しはね、減ったのかな。はい、上神門のところで、右側のね、道が4号路から来る道のところですね。これ、吊り橋がある、道のところで、1号路にね、合流するところです。で、上神門が、はい、これですね。はい、1号路のアスファルトです。これがね、薬王院へのね、表参道になっていて、あとはね、山の上の、まあ、病人が出てしまったとかっていう時は、ここを使って、まあ、レスキューのね、バイクなんかが走ったりする道になってます。はい、引っ張りだこと、タコ杉がね、見えてきました。あの、手前のね、赤い、あの、タコのね、石像が引っ張りだこで、はい、これがね、引っ張りだこですね。で、奥の杉の方がね、これがタコ杉と、タコ杉、はい、タコにね、そっくりなんでね、タコ杉ですね。はい、こちらが猿園でーす。はい、ここからね、中に入るとね、猿がね、いっぱいいるんですよ。で、どうやら日光猿軍団のね、人たちが来てたみたいですね。はい、私はリフト乗り場の方に歩いていきまーす。はい、リフト乗り場の方のね、道に行くとこうやってね、景色が、あの、綺麗なところがありますね。なんで左右にカメラを振ってるのって、また言われちゃうかもしれないんですけど、まあ、パノラマでビデオが撮れないんで、はい、左右にね、少し振っております。ここに見えてるお店は、あの、三色団子のね、美味しいお店ですね。はい、ケーブルカーの高尾山駅にやってきました。はい、高尾山のビアマウントが奥に見えます。自販機もね、ちゃんとありますよ。あと、これがリフト乗り場の、はい、駅前です。これがね、エコーリフトの、三条駅と言います。はい。なんかね、ポンプでね、水を汲んでるっぽいですね。はい、エコーリフトのね、はい、乗り方はあんな感じですね。立ってて、もう座ってくださいって言われたら、もう座って乗れます。はい、乗ってみましょう。ちょっとね、自分の手が映っちゃってますけど、はい、はい、座りました。これでね、ずっと地上のね、駅まで行きます。はい、三陸駅に到着しました。これね、立ち上がってね、左に、はい、あの、避けます。はい、降りられました。これでね、終わりですね。はい、乗り方ですね。乗り方とあと降り方が書いてあります。はい、ケーブルカー清滝駅の横にね、出てくるんですね。はい、高尾山のね、山麓に戻ってきました。これでね、一周してきました。はい、駅にね、戻る道とはちょっとね、
違う道を歩いてみると、これでこの先にね599ミュージアムっていうのがね右側にあります。こういうねお店屋さんが並んでるところもあるんですね。お蕎麦は美味しいですよ。あとおまんじゅうもね美味しいです。はい、駅のね近くにやってきたんですけど、はい、川があったんで見に行ってみます。でこの川はねなんか案内橋、案内場ん噛んじゃった、案内川って言って、あとこの先でね南浅川っていう川にね合流します。それで、多摩川にもねつながってる川です。はい、京王線の、高尾山口駅に戻ってきました。上にねなんか急線系が止まってるっぽいですね。そろそろ出発です。でトラス橋をくぐるとすぐにねあの山のトンネルに入るんですね。なかなかねあの山に来たっていう感じがしますね。高尾山口駅の周りはこんな感じで、はい、奥にねトリックアート美術館が見えますね。でこれがね高架駅になってて、はい、このね木を使ったね駅舎がかっこいいですね。はい、左側が高尾山ですね。はい、高尾山のね登山いかがだったでしょうか。まああの憂鬱な気分がね結構気分が晴れたような気がしますよね。健康にもいいですしね、また、来たいと思います。いや楽しかった。あ、京王線来た。じゃあ帰りましょう。電車の中涼しい。あー生き返る。でもね結構ねいい汗かけましたね。いやーよかった、また来たい。これ高尾山ねすごくいいですよ。ほんとね気分がね晴れるしね、またもやもやしたらねまた来たいと思いますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。